のびる駅付近の路線図のびる駅は、宮城県東松島市のびる京急一丁目にある、東日本旅客鉄道仙石線の駅である。高城町駅から東北本線へ直通する仙石東北ラインの列車も停車する。もともと奥、松島、のびる海岸の観光開発のために設置された駅だったが、2011年3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震の津波の被害を受けて使用不能となり、戦石船の内陸移設に合わせて海抜22メートルの新駅舎に移転した。伸びる村と宮戸村との間には宮戸島を陸系島とする陸系サス、須崎浜があり、太平洋、仙台湾に面していながら波が穏やかだった。この須崎浜に、 宮城電気鉄道所大社長の山本豊次が目をつけて海水浴場の観光開発を計画し1928年に伸びる駅が設置された場所は成瀬川川口に建設された伸びる筆工と松島湾とを結ぶ東名運河沿い1931年には兵庫県神戸市のスマ海水浴場に倣い東北スマ駅に改称した海水浴場は 宮殿直営で、伸びる不老産海水浴場と呼ばれ、砂浜には、伸びる海水浴プールも設置した。また、駅前には、宮殿直営のホテルや、長寿館という名称のキャバレーも開業した。宮殿はさらに、東北スマバンガロー村も設置している。1944年の国有火事に、伸びる駅に戻された。日本三景松島は当然松島海岸駅がある松島城が、 観光面での中心地となっており、仙台市から見て道庁の先に当駅はある。そのため当たり駅がある成瀬町の日本産 k 松島の観光地区は奥松島と呼ばれるようになった。1980年代になると町は当駅を奥松島駅に解消すべきかどうかを聞く、住民アンケートを実施したが解消には至らなかった。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の津波によって大きな被害を受け、当駅そのものが無期限での営業休止となった。震災翌年、普通区間の内陸前大塚駅から陸前、小野駅までについては線路を内陸に移設して復旧することが決定。これに含まれる延びる駅についても従来よりも、 約500メートル内陸部に新設されることが発表され、2015年度内の全線復旧を目標として工事をすることが2012年1月に JR 東日本から発表となった。2015年5月30日より新線上で営業を再開。西側から見た旧、延びる駅。線路は流されてきた家屋や車両の残骸で塞がれている旧駅のホーム駅名標と、 右奥に見える新駅舎島式ホーム一面に線を有する地上駅でホームと駅舎が歩道橋で連絡しているほかトイレやエレベーターも整備されている当駅は国内有数の継承地として知られる松島に位置しており文化財保護法による特別名称の保存管理を受けるため人々が集い行き交う船宿のような町の拠点復興のシンボルをコンセプトに霧妻屋根や 外壁の配色を木材と土壁をイメージした配色、和風の格子窓を採用した。同じく高台移転した、東名駅と同じく、ロータリーと、市内在住者向けのパークライド予約型駅前駐車場が整備されている。石巻駅管理の業務委託駅、出札窓口、自動券売機、簡易イカ改札機設置、乗り場島式ホーム一面二線を有する地上駅であり、 ホームへは、構内踏切で連絡していた。南側の駅舎に近い線路が一番線で、線形は2番線側が直線の一線スルー構造であった。駅舎内に奥松島観光情報センターが併設されていた。2015年5月29日まで、松島海岸駅と山本駅を結んでいた代行バス、停留所は、駅舎前及び道路上に設置されていた。 また、2015年8月8日に、東松島市の安倍秀康市長は、旧駅舎のプラットフォームについて、震災遺構としての保存方針を示した。なお、旧駅舎と構築されていた、奥松島観光情報センターは改修され、観光交流拠点、伸びる地域交流センターとなり、1階部分に、ファミリーマート東松島伸びる駅店が、開店。 二階部分は多目的スペースとして利用されている。2016年10月1日、旧駅舎は震災復興伝承館としてオープン。一階部分は交流スペース。二階部分ではパネル展示や震災関連映像の放映などが行われる。震災前後の旧ホーム。2009年7月撮影。2016年1月。 撮影透明運河にかかる不老郷より撮影した、旧駅舎及び N マップ2007年9月29日、撮影2011年3月27日、撮影2016年1月、撮影、伸びる地域交流センターとファミリーマート東松島、伸びる駅店に転用。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は213人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。奥松島観光物産交流センターとノびる駅連絡通路、入口駅南側ロータリートンネルは連絡通路の南側入口注釈、出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。